北朗。北朗、北郎、1953年2月4日体は、日本のキーボーディスト、作曲家。本名は、高橋正則。愛知県豊橋市出身。愛知県立豊橋商業高等学校卒業。1994年、米映画、テント、地、監督、オリバーストーンで、ゴールデングローブ賞作曲賞受賞。2001年、 米音楽界最高峰であるグラミー賞受賞ノミネート17回。自然環境からインスピレーションを取り入れた独自のクリエイティブな作品は世界でも高い評価を受けている。毎年夏には富士山の五号メタローボを駐車場にて日没から夜明けまで約12時間かけた無料イベント富士山参加を行っている。これは年に一度。 大地への感謝の気持ちを表現したファンと一体になったイベントである。2006年にアメリカのコロラド州からカリフォルニア州セバスタポールに移住。1970年代初め、ファーイーストファミリーバンドのメンバーとしてキーボードを担当していたキタロはレコーディングに訪れたヨーロッパでドイツのシンセサイザー奏者クラウス・シュルツェと出会い、シンセサイザーにすっかり魅了される。 帰国後、自分の音楽とシンセサイザーとの設定を見出す。キタロという名の由来は、長発にしていた高校時代にニックネームでキタロゲゲゲのキタロよりと呼ばれていたことから、キタロに別の漢字を当て、キタロとしたの。なお、戦術したファーイーストファミリーバンドには、後にヒーリングミュージックを制作し、ヒーリングミュージックの第一人者となる。 ミュージックセラピストの宮下文雄も在籍しいた。1978年、ソロとして活動を開始し、初のアルバム、展開をリリース。1979年、第1、オアシスを発表。1980年、NHK 制作のドキュメンタリー番組、NHK 特集シルクロードの音楽を担当し、そのテーマ曲は、北郎の代表作となった。 同年発売されたアルバムシルクロードシチューコレジシルクロードシチューコレジ E パルコ劇場でのライブ録音インパーソンは人気を集め北郎の名が日本中に知られるようになる1981年アルバムトンコをさらに記を発表1982年東映アニメ千年女王 CD 国内未発売の サウンドトラックを手掛け、初の全国ツアー、30都市を行う。同時期、NHK 総合テレビジョンニュースセンター9時のテーマソング作曲、演奏。1988年3月の放送終了まで使われる。1984年、アジアツアーを行い、台湾と中国双方で演奏した最初の日本人ミュージシャンとなった。1985年、 米国ゲフィンレコードから6枚のアルバムがリリースされると、北郎の世界に見せられるファンが世界で急増する。1986年、ゲフィンレコードと全世界の独占契約を結び、アルバム、天空を発表。1987年、尊敬する、グレートフルデッドのパーカッション奏者との共同プロデュースによる、アルバム、ザ・ライト・オブ・ザ・スピリットを発表。 テーマを、生命、死、そして復活都市、アルバム、天空から始まるキタロウの生命サイクルに対する音楽的探求の現れであった。アルバム発表後、コロンバスのオハイオシアターを皮切りに、日本人初の全米ツアー、25都市31公演を行い、ニューヨーク、シカゴ、ボストン、ロサンゼルスをはじめ、多くの都市でチケットが完売を記録、大成功を収める。 また、初めて、アルバムと連動した同名のビデオ、ザ・ライト・オブ・ザ・スピリットも発表する。1988年、同アルバムからの楽曲、ザ・フィールドで、グラミー賞、ベスト・ニュー・エイジ・パフォーマンスにノミネートされる。同年、自身による、初のベストアルバム、ジューイヤーズ、ザ・ベスト・オブ・ジュイヤーズを発表。1989年2月、ヨーロッパツアー、 15都市16公演、さらに9月からは、北のライブワールドツアーを行い、北アメリカ、ヨーロッパ、日本と、全52都市計55公演を行い、総動員数20万人を記録。1990年、日本古来の物語と世界に伝わる伝説との融合を試みた壮大なコンセプトアルバム、古事記を発表。米国音楽シビルボードのニューエージ部門。 アルバムチャートで日本人初の8週連続第1位を獲得し、アメリカでの人気が不動のものとなる。同年、米国コロラド州に移住。アルバム発表後のワールドツアーでは、古事記をダイナミックに展開し、そのコンサート模様は、翌1991年にアルバム、ライブインアメリカ及びビデオ、古事記、エーストーリーインコンサートとして発表され、同年9月、 日本でもコンサートが開催される。また、古事記は、グラミー賞ベストニューエイジアルバムにノミネートされる。1992年、北郎が4曲をプロデュースしたマーティフリードマンのアルバム、シーンズ賞計が発表される。1993年4月、ロサンゼルスに本拠地のある、ドーモレコードドモレコーズインクに移籍翌年、ムンドラを発表し、 世界中でのコンサートも続ける。また、オリバー・ストーン監督作品映画、天と地の音楽監督を務め、同名のサウンドトラックアルバムを発表し、翌年1994年の第51回ゴールデングローブ賞、作曲賞を受賞する。また、この年に発表したアルバム、ドリームで、プログレロックグループ、イエスのボーカリスト、ジョン・アンダーソンと共演。同アルバムで、 キタロウは3度目のグラミー賞ノミネートを果たす。1994年、アルバム、ムンドラを発表。この作品は、生活、レコーディング、そしてツアーと、活動の場をアメリカに求めてきた、キタロウのアーティストとしての評価を一層高める。1995年、発表した、アルバム、アン・イン・チャンテッド・イブニング・天空への響き、そして、同名のライブビデオは2年連続の、 グラミー賞ノミネートとなる。1996年、クリスマスアルバム、Peace on Earth を発表。1997年、ブロードウェイ演劇のテクニックと幻想的なストーリーが、織りなすユニークなサーカスミュージカル、サーキュインジュヌーの音楽を手掛け、同名のオリジナルスコアアルバムを発表。また、メイベルちゃん監督作品、映画、創価の三姉妹の音楽を手掛け、 香港の金像進む、よび台湾の金馬進ムで最優秀オリジナル音楽賞を受賞。1998年、長野県の祭り、お柱祭りで、その木やり歌を主題にしたアルバム、ガヤオン柱を発表。同年 NHK 番組、四国88カ所の音楽を担当。同年のアジアツアーでは、古事記収録曲、 響き縁が女性を中心とした若者たちからの人気を集め、新しいファン層を広げる。ガイア音柱で6度目のグラミー賞ノミネートを果たす。1999年春、北路1999ニュー、ミレニアムワールドツアーイン USA を行う。2000年アルバム、シンキングオブユーを完成する。2000年4月、世界環境会議において、 唯一国会議員のための NGO 組織より、グローブカウンシルの一員に迎えられ、国際環境アーティストとしての役割を担う。同年7月、NHK 開局75周年記念番組、四大文明の音楽を手掛け、そのテーマ曲、母なる大河において、カウンターテナーのスラバと共演、動画曲を含むサウンドトラック、エンシェントを発表、その後東南アジアツアーを行う。 また、現代舞踏家玉の騎士とハルピン派による幻想的な創作舞踊と北郎の神秘的な音楽の共演が斬新だった新潟県清水園でのコンサートの映像作品、玉浦を発表する。2001年1月、四大文明関連のアルバム、永遠の時を、アンエンシェントジャーニーを発表。日本では6年振りとなる本格的なコンサートツアー。 サウンドオディッセイ2001フェチリングンションとを行う。2月、アルバム、シンキング・オブ・ユーで第43回グラミー賞で、ベスト・ニュー・エイジ・アルバム賞を受賞。5月、グラミー賞受賞記念版として2枚組アルバム、キタロを発する。そして、自身の原点とも言えるシルクロードを振り返ることを宣言。8月、そのスタートとして、薬師寺現場三蔵委員ン,ンにてコンサートを行う。 2001年9月、アメリカ同時多発テロが発生。同日キタロを乗せ、アメリカ本土へ向かっていた飛行機はハワイに緊急着陸する。この事件に影響を受け、音楽家として世界平和に貢献できるようにと、12月、四国へ向かう。人の心に安らぎを与えると言われる鐘の音を作品に取り入れるため、 四国八十八箇所の寺の鐘の音の録音を開始。およそ十年、全八十八曲で完成する空海の旅プロジェクトを開始。二千二年一月、アルバム、エンシェントで八回目の恨み衣装ノミネートを果たす。十月、日中国交回復三十周年記念コンサートを、北京天覧館劇場で開催し、満席の中で喝采を博す。2 0 0年一月、 アルバム、永遠の時を、安ン,ンシェントジャーニーは、第45回グラミー賞で9回目のノミネートを、果たす。2003年、空海の旅を発売。2004年、空海の旅が、第46回グラミー賞で10回目のノミネートを、される。夏、東南アジアツアーを観光。8月28から29日、金華山と長良川を、バックに、チャリティーコンサート。 北郎長良川を奏でるを岐阜市の長良川公園で開催。2005年2月空海の旅にを発売。翌年2006年空海の旅にが第47回グラミー賞で11回目のノミネートをされ、歴史的快挙となる空海の旅シリーズ連続のノミネートを果たした。2月1日、北郎のワールドツアーのキーボーディストでもある。 慶子とのコラボレーションで制作されたスピリチュアルガーデンをリリース。2006年後半2007年前半、中国の著名な映画監督、超芸坊、チャン・イーモー監督制作の中国公衆西湖での水上舞台、印象性この音楽を作曲担当。また、北郎の出身地である豊橋市の市政100周年記念作品、早咲きの花、監督。 菅原博士、主演、浅岡瑠璃子の映画音楽を担当、監督から直にオファーされ花火師の役で出演。2007年9月25日、シリーズ第3弾、空海の旅3を全米発売。第50回グラミー賞で12回目のノミネートをされ、空海の旅シリーズ3作すべてがノミネートされる。また、2007年よりアジアを中心とした世界ツアーを実施。 2011年4月までの観客、総動員数は約10万人に及ぶ。2009年、インプレッションズインプレッションズ、歌手ジェーンちゃんとの共作を含むが、第52回グラミー賞で13回目のノミネートを、される。また、鈴木淳一監督による、日経史ドキュメンタリー映画、トヨエスカメラ、ジャパニーズアメリカンヒストリーデューリング WW2-442、 ライブウィズオーナー、ダイウィズリグニティマイナスへも、楽曲を提供。オリジナルサウンドトラック、トヨ、エスカメラ、2009年、442、2010年、442キタロ、エスストーリースケープ、2010年をリリース。9月には、奈良の平城路線と1300年祭記念コンサートへ、10月には、香港のシルクロード記念イベント、シルクロードアートフェティバルへ出演。 同時に、東京、名古屋でも数年ぶりとなる日本公演を実施。2010年3月、メキシコサカテカス市で、ソカテカスカルチュラルフェスティバルへ出演。9月には、シリーズ第4弾、空海の旅4を発売し、第53回グラミー賞で14回目となる、ノミネートを果たす。また中国、西安市のダミングパレス、ナショナルヘリテージパークオープニングイベントへ招聘され、 講演を実施。10月、名古屋で開催された、生物多様性条約第10回定約国会議のステージプログラムでフィナーレを飾る。地球のリズム、宇宙からのメッセージをテーマに、1000人太鼓で、一般参加者1000人と共に太鼓を打ち鳴らした。2011年3月、ザ・シルクロード・イースト・アンド・ウエストと題した、アジアツアーを観光。タイ、香港、インドネシア、 シンガポール、マレーシアを回る。タイと香港での公演では、収益金の一部、香港公演では10万香港ドルを、東日本大震災へ寄付。2013年9月、長野県、滋賀の大町にて、北アルプス北ローコンサートイン滋賀の大町を開催。2014年、ファイナルコールが、第56回グラミー賞で15回目のノミネートを、される。 2014年2月2014シンフォニックワールドツアーと題したワールドツアーを実施。アメリカ、ロシア、ポーランド、ウクライナ、ルーマニア、トルコ、アゼルバイジャン共和国、シンガポールでコンサートを行う。2015年シンフォニーライブインイスタンブールが第57回グラミー賞で16回目のノミネートをされる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。